どうもこんにちは。まあ私はね月収100万の世界っていうのにまあ憧れてそれを切符を手にした時っていうのはまあ最初にどんな商品を売って100万稼ごうかなと思ったところがスタートだったんですよね。まあそれについてまあ動画をいろいろ見ていく中で例えば人に10万円を稼がせるという商品を2万円で売ったら売れると思いませんかってことを聞いたんですよ。まあ、確かに俺は買うなと思ったしこれ 売りたいなと思ったんですよえ10万円稼げる方法を2万で売るんでしょこれは売れるし俺買うよと思ったんですよねだって10万円売る方法を2万円で10万円稼ぐ方法を2万円で売ったら買った人も8万円プラスだし売った方が2万円得するししかも売る相手ってのは同じ人には通用しないけども他の人にずっと売りつけたら100人知り合いがいたら2万円かける100であこれ200万になるじゃん 単純な計算式ですよね。それをただやるだけなんだろうなと思ったんですよ。で、さらにその後、その動画は続きがあるんですよ。そうすることによって、じゃあ、1ヶ月でね、100万円の売り上げが立ったとするじゃないですか。そしたら今度は、100万円を売る方法というものが、新しく商品として売れるんじゃないですかっていうふうに言ったんですよ。あ、確かにね、と。10万円稼ぐ方法を2万円で売って、それが1ヶ月に100個売れたら、確かに200万だよ。 ま、話半分で50個売れても月収100万。じゃあ、月収100万になる方法を人に教えれるじゃないか。しかもそれはものすごくシンプルで、分解すると、すごく簡単なところからできてるなと。じゃあ、10万円稼ぐ、そういった商材を2万円で買っていただいて、もしクレームが来たらどうするか。2万円返金して終わり。それでトラブル処理は終了。ね。でも実際に自分で10万円稼げるかどうかは2万円払って、 買ってみてみ試してみたら稼げたんだったら指導ができるじゃんってことだったんですよね一体それは何なのかまあ講義を見てみるとセルフバックってものでしたいまだにこれはね2万円どころかね今日調べた案件では6万4千円1日で稼げるものがあったんですよすぐに私はそれを動画にして公開しましたすごく簡単ですからね日本全国どこにでもそこに行ったらお金が稼げますよっていう風なやつなんですよ それは動画概要欄に貼っときますけども、あ、確かに俺もここ行ったことあるわ。もう一回行こうみたいな感じですよ。それこそ、広島市内でも行ったことがあるし、私の今住んでる町で行ったこともあるし、なんだったら、鹿児島にもあるし、北海道にもある。日本全国、津々浦々。これがないところはないですよ。相当な過疎地でもう限界集落じゃない限りは、これはあるんですよね。で、そうなってくると、なんで、そんなお金をね、6万4000も払う 必要があるのかなってところにやっぱり疑問が来るじゃないですか。でもこれも誰がお金をくれるのかってことが分かったら、あなるほどね、それは当たり前だよねっていう風になるわけですよ。だから全部に納得がいくんですよね。で、そういう風にして、私はこの6万4千円ある場所に行ったらもらえるよってものについて全部回答ができる、いわゆるコンサルができるんですよね。なんだったら私も一緒に行きましょうかっていうところまで行けるんですよ。実際に一緒に行ったことありますよ。一緒に行って熟成さんと行って撮影して儲かったってところまでね。 いやこれはだからね面白い旅でしたそういうのを放送するとさらにね教えて教えてみたいな感じで10万円稼ぐ方法が2万円で売れるその商品がどんどん広がっていくんですよねでそれがですねやっぱり速開塾のスタートだったかなとこれがだから1ヶ月のうちに私は80万になった最初の体験でしたね、うん、だから月収100万っていうのはそんな遠くにある話じゃなくてほんの横にあるんですよねほんの隣の部屋に、うん、まあ、本当にねなんか そういうものをみんなで使うと、まだまだこの先あるんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。